バイオハザード 5? さあ今回もバイオハザード5やっていこうと思います。前回のパートの続きだね。前回なんか洞窟の中にあるアンブレラ社が関わっている謎の、なんだろうね、ここ舞台のようなところにやってきました。この花何なんだろう。彼岸花でもなさそうだね。なんかめっちゃ虫飛んでんな。蜜が出てる花なのかな。調べれる。アンブレラはこの花を研究するためにここまで来たのか。いや絶対に違うな。この花ではないの絶対。これはダミーだ絶対に。そうそんな気がする、そんな気がする。これは絶対ダミーだ。ダミーの花だ。多分奥に何かがあるんだろうきっと。よし行ってみような。芝芝は分かるよな。どれくらいまで来たんだろうねこれ。バイオハザード5のストーリーとしては結構なんか終盤なような気もするんだけど。お、なんだこれ。読む。主任研究員ブランドンの日記。1966年、結構前だね。あの日スペンサー卿は食することで絶大な能力を手に入れることができる太陽の階段と呼ばれる花があるらしいと話していた。え、それがさっきの。じゃあいっぱい摘んだ方がいいね今すぐ最初みんなはそれを眉唾もののただの噂の類だと思っていたが、それがこのような結果を招くとは。最初にその可能性に気がついたのは我が師ジェームス・マーカス博士だった。博士はそれを未知のウイルスが DNA を変化させるために起こる現象ではないかと考えた。なんたる軽眼か。事実はその推測は正しかった。我々は花の中に未知のウイルス子孫を発見した。アフリカまでやってきてこの地を探り当て、襲ってくるンディパヤ族に神経をすり減らしながら過ごした戦ってる人が他にもいてよかった。俺だけかと思ったから唯一こいつと共有できるわ、あの気持ち。この3ヶ月の苦労がついに報われるのだ。昨日まで憔悴しきっていたマーカス博士も今ではすっかりご機嫌だ。一刻も早く帰り研究に没頭したいと考え意気込んでいる。私も同じ気持ちだ。一刻も早くこの子孫ウイルスの謎を解き明かしたい。1967年1年後、我々は壁にぶち当たってしまった。アフリカから持ち帰った子孫花を我々はこの地で栽培しようとした。当初は子孫ウイルスの栽培培養を試みたが、その DNA を変質させてしまうという特性のためうまくいかなかった。持ち帰っては育たないと。ここでしか育たない花なんかいいね。そこで栽培することになり、子孫ウイルスの量産を行うこととなった。最初は順調だった。生命力の強い子孫花は成長も早く、わずかな期間で花をつけた。だがそこで問題が発生した。この子孫花には子孫ウイルスが存在しないのだ。栽培環境が子孫ウイルス発生に影響を与えているのだろうか。さらなる検証が必要だ。3月の23日、完全に行き詰まった。あれから様々な条件で子孫花の栽培を行った。土、水、気温、湿度、日照時間、あらゆる条件を同じにしても子孫ウイルスは発生しなかった。私はマーカス博士と今後の研究方針について議論していた。それさあ、あれなんじゃないの、その場所っていうよりなんか下にやっぱあんじゃないの。そこへスペンサー卿がやってきて、会社を起こすと言ってきたが、そんなことはどうでもよかった。子孫ウイルスがなければ会社なんて起こしても無意味だ。この男はそんなこともわからないのか。全く嫌になる。終わり。急に終わった。絶対なんか下にあるパターンでしょこれ。開ける。開けてみようか。行ってみよう。これ多分地下で繋がってるでしょ。あ、違いそう。ここは開けれる。え、なんか声しない。あ、もう、え、俺か。あ、なんだ今のなんだ。すごい、初めてだ。バイオハザードでこうやってなんていうの、照準合わせたらムービーになるパターンなあ。あ、芝も怒ってるわ相当。金貨もらっとくか。あ、なんかあるよ。あー、マシンガンの弾。マシンガンの弾は芝に渡した方がいいよね。芝、これ譲るよ、これ譲るよ。すごい、ブツブツ交換がすげえな。お、起動できる。お、アンブレラのマーク。プランドの日記。ほう。1998年、研究所が閉鎖されることになった。不思議とどうでもいい気分だ。そういえばアークレイ研究室とラクーンシティが消滅したと聞いた時も同じような感じだった。こうなってしまったのはいつからだろうか。子孫ウイルスの摘出と、研究に明け暮れた日々、全てはマーカス博士のためだった。そうだ、10年前、博士が亡くなったと聞いたあの日から私は全てに対して鈍感になった。
怒ることもなく、喜ぶこともなく、驚くこともなく、ただ子孫ウイルスを摘出しアンブレラ、各研究所へ送る日々、部下が持ってくる研究の成果をただ評価し、使えそうなものは本社へ報告するだけのただの機械だ。おお。私はすでに死んでいた。そして私の半生をかけて育てたこの研究所ももうすぐなくなる。もう未練はない。そろそろ潮時だろう。ここもなんかあるね。日記2、めちゃめちゃ読み物あるなこの動画始まって読んでしかないな。あれから1年以上成果が出ぬままに時は過ぎた。持ち帰った子孫ウイルスも底をついた。これ以上時間を無駄にすることはできない。マーカス博士と私はアフレカへ戻る決意をした。またンディパヤ族の襲撃に神経をすり減らすことになるのは辛いが、研究のためには必要な代償として諦めるしかない。だがその我々の悲壮な決意をスペンサー教の一言が打ち砕いてしまった。ならばあの地を奪えばいい。簡単なことだ。その時の我々はいかに間抜けな顔をしていただろうか。そんなことも思いつかなかったのだ。いかにも俗者のスペンサー教らしい発想だが、今はそれがありがたかった。マーカス博士と私はその提案を受け入れることにした。それがここの地ね。ついに朗報がやってきた。あの地からンディパヤ族を追い出すことに成功したそうだ。実際には地下遺跡の半分を奪取したに過ぎないそうだが、子孫花が生育しているあのエリアを手にすることができれば何の問題もない。さらにスペンサー教はあの地に子孫ウイルスを研究するための施設を建設するという、彼にしては素晴らしいアイデアだスペンサー教のもうね、もうすごい評価が低いね。なんかなのに教って呼んでんだね。彼にしては素晴らしいアイデアだ。早速マーカス博士と私はアフリカへ向かう準備に取り掛かろうとしたが、スペンサー教がそれを止めた。マーカス博士にはラクーン室にある幹部養成所の所長をしてほしいというのだ。最初はその要請に面食らったが、考えてみれば博士には落ち着いて研究できる環境が必要だ。今アフリカへ行ってもろくな研究設備はない。研究所が出来上がるのはまだ先の話だろう。ならば私だけがアフリカへ出向き、子孫ウイルスをマーカス博士へお届けすればいい。マーカス博士もスペンサー教も私の考えで応じてくれた。早速アフリカ行きの準備を整えなくては。明日から忙しくなるぞ。アフリカに来て2週間が経つ。やはり博士はお連れしないで正解だった。研究施設とは名ばかりの機材が積まれただけのテント。あーさっきのか。ンディパヤ族のさっきのってか、まあ、あの前回のパートなんだけどさ、ンディパヤ族の襲撃を警戒するために雇われた武装した兵士たち。そして何よりも私をイラつかせるのが、研究施設を作るための工事の騒音だ。より高度な研究を行うためとはいえ、これではおかしくなってしまいそうだ。こんなところでまともな研究ができるわけがない。ここで私ができることといったら、子孫花から子孫ウイルスを摘出し、マーカス博士にお送りすることだ。それだけに集中することにしよう。1969年、ついに研究施設が完成した。これで晴れてここはアンブレラアフリカ研究所となったわけだ。だがこの9ヶ月間で分かったことがある。この程度の研究施設ではダメだ。もっと広く充実した設備が必要だ。そしてもっと研究員を増員しなくては。なるほど。ここは子孫ウイルス研究の最前線となるべき場所だ。ここでの発見がそのままマーカス博士の新ウイルス開発の助けとなるだろう。幸いこれについてはあの主戦度のスペンサーも同じ意見のようだ。主戦度って言っちゃってるよ。しかも今日ってつけてないし、ここではだいぶ関係性がちょっと読み取れるね。あいつと意見が合うとは珍しいこともあるものだ。終わった。すげえ読んだなマジで。序盤から焼夷弾持てる。多分もう2人ともいっぱいなんだよね、持ち物が。ちょっとね、持ちすぎてんな。いつ使うんだろう、この背中に背負ったロケットランチャー。ランドセルじゃなくてロケットランチャー背負ってるからね。まだある。はいはいはい。サンプル5ケースをお送りする。あー、ブランドンからのね。なるほど、博士に対してかな。オッケー。なんかいたよな。でもなー、ハーブも取れないしな。開けまーす。ここがその研究所ってことか。あっ、育ててるね。育ててるというか、こっから。やっぱそうなの、あの花なの。そうとは思えないけどな。隠しに近づいた。本当かいな。さっきの腹だ。やはりこの腹から生物兵器を。本当にこれ自体は別に何もないパターンだと思うけどね俺。違うのかな、本当にこの花なの。あ、ショットの弾ありがて。まあでもなんか、お、起動できる。あ、これはアンブレラじゃないね、トランセルの。はい、 UJ のメール。突然だが休暇が取れそうだ。新型ウイルスの開発がほぼ終了したので、それのご褒美といったところだろう。明
研究スタッフ全員でここを出てこの国を離れる。俺はそのままアリゾナへ戻るつもりだ。久しぶりの故郷だ。楽しみだよ。もっともそれ以上に自称天才のミゲル様のそばから離れられることが嬉しいんだけどな。ミゲルってのは俺の隣にいる座る研究スタッフの一人だ。確かに腕はいいし発想や着眼点も悪くないが、口を開けば自慢しかしないようなやつとずっと一緒にいなくちゃいけないのがどれだけの苦痛かお前には想像できるか。まあそれは苦痛だね、自慢ばっか。話が逸れてしまったな。とにかく 2,3 日のうちには戻ることができると思う。昔みたいに一晩中飲み明かそう。じゃあな、ライアン。これがメールの内容？この写真送ったの？メールで。友達帰ってくんなってワンちゃん言われるかもしれんぞ、それは。まあね、それ言わないのが友達って分かってるから多分送ったんだろうね。やっぱ帰ってくんなって言われるぞ。何があったかここで。これさー、はいはいはい、あれだよね、なんて言うんだっけこういうやつら、ちょっとド忘れしちゃったんだけど、なんか4本足の怪物だよな。もう何回も何回も戦ってるよな。なあ芝、俺は何回も何回も戦ってんだそいつと。またあいついんのか。あいつ強えからな、ショットガン使ってもいいかもな。待って、てかこれさ、回復しとこう。ちょっと回復してくんない、芝。いやまあでもいっか、もったいねえか。どっちでもいいのかなこれ。あ違う、あー AD 連打でね、はいはい。クリスのそのテキパキした動きおもろいんだよな。うわマジか。これちょっと持ち帰るわさすがに。でリロードしとこう。よし、さあ行くぜ芝、そろそろ戦いだ絶対に。さあやろう。来るんだろ、いるねいるね。そうだな、ここ窓ガラス割れる。わあやっぱ割れんのか。どっか行ったね。あいつもでもここを通ったってことあった。違う、あいつらじゃない、こいつらじゃねえんだ。ヤギだ、ヤギもいる。ヤギというか羊というかヤギか。なんで動物がいるんだここに。研究対象ってことなのかな、もしかして。罪のない動物たちを。おっと、あまずい、こいつだ、まずいまずい。なんだっけこいつの名前、やっぱこいつじゃん。倒そう、倒れた、まだ生きてる。いや俺容赦力使うからね、俺半ショットガン容赦力使うからね。やべやべマジで言ってる。そんな伸びてくんの、ナイス芝。強すぎる、まずい、待て待て、強すぎる強すぎる。だってハーブも取りたいけど、芝気をつけろ、すげえ伸びるぞ。やべえ危ねえ、弾がない。強すぎないかこいつら、マジか。取れた、いやまだ来てるのか。でもショットガン弾を落とすね、これはもう積極的に撃とう、本当に。まだ来てる、すげえ、マジで強えじゃんこいつ。こいつ名前なんて言うんだっけな。レッドハートだ、はい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 。あでもここ絶対開けるでしょ、回す。ここが目的の場所なのかな、だからどっちみち倒さなきゃいけなかったのか。持ち帰っといてよかったな、ショットガンから。でもちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、こっちの方も見ておきたい。あそうだ、これ取っとこう、ハーブ。あヤギが鳴いてる、かわいそうに。いや絶対まずい絶対まずい。あー世界中で開発されたんだ、なんか出てきそうで怖いね。あれももうなんか毛並みは結構綺麗な犬だけどな。うわーうわー、大型のネズミがいる。なるほど、でもあいつらもう倒したから敵はいない感じか、ここでは。オッケー、先進むぜ芝。ちょっと未だに名前覚えてないわ、思い出してないわこいつらの名前。なんだったっけ。おー、蹴るな。イライラしてんのか。話は、なんか聞くよ、悩みあったら。ハンドガンの弾、あーちょっとそしたらハンドガンに持ち帰るか。あんまショットガン使いすぎてもね、あれだからな。開けれる。お、レッドハーブ。おー待って、はぁ、アサルトライフルか、マシンガンかこれ。ちょっと、どうしよう。待って、これさ、一回さ、組み合わせる。あそっか、お互いのやつは組み合わせられないのか。じゃあ一回、あ違う、これを交換して、で
あ、違う違う、間違えた間違えた、変なやつ交換したね、今俺。で、これを交換。そんな大きな声出さなくていいよ。で、組み合わせると。これさ、一マスで取れる？あ、取れんだ。マシンガンな、マシンガンの弾を俺が持たなきゃいけないのか。まあ、回復上げとこうか。オッケー、調べれる。ここは実験施設のモニタールームのようだ。すべてオフラインになっている。いや、1枚ついてるけどね。これ見てる？待って、またこういうなんかレーザーのさあんのか。あのバイオ4でもあったもんね。 あれ再び来んのか。あとクレスちゃんと調べてね。ついてたからね、1枚モニターが。見逃してるぞ。でもね、出てきたね、銃はね、早めに使った方がいいんだよな、積極的に。ここで使えってことで渡されるから、基本的に。俺はそう思ってるよ。あんなことも。おい、めちゃめちゃフラグ立てたって、ふぐー。もう、さっきのやつあと数体いるんだ。なあ、それ言ったらダメよ、思ってても。誰もが思ってたよ、今でも。あといたら、あと数体いたらやばかっただろうなーって。はいはいはい、ここを下ろすと来んのかな、登場するかな。おい、もういるじゃんか今。やべえって。あ、これ2人で押す感じか。開けよう。はい、両方押すんだよ。なんでこれ2人用なんだろう。てかこれ手伸ばせば1人でもいけそうだな。あ、まずい。いや、気づいてるって絶対。視覚は鈍い。おい、待って、実況者としてそれでいいのか。いや、行こう、ゆっくり行こう。ダメ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 、いや、この数やばい。あ、おい、シマ行くなんて。おい、バカ、ちょっとシマ。おい、普通にちょっと、あいつ意外といけんのか。なんだ、でもちょっとずついくよ、俺は怖いから。もうマジ、あー、やべえ、これはヒヤヒヤする。気づかれたらもう終わり。フリス大丈夫か。気づかれたらマジで終わり。よし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 、無駄な戦闘は避けよう。ゆっくり開けろ。あぶねえ。あ、ここもか。ゆっくりゆっくり、シマ、ゆっくり。なんでそんな堂々といけんだ。こけたらどうすんだ。ちゃんと足元見ていけよ。戻ってくんな。あ、ダメダメ、大丈夫。あー、なんお前だ、お前のせいだろ絶対。おい、待って待って、逃げよ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 、一緒に逃げよ、早く。よし、ちょっと待って、ダメダメダメ、無理無理、今絶対シマが走ったから。だってダメ、戦ってないな、さすがにあの数は。あ、まあ、ショットガンの弾欲しい。待って、マジかマジかマジか、ショットガンの弾欲しい、ショットガンの弾欲しい。ちょっと待って、ちょっと待って待って、いや待て待て、やばい、これはやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、場合によってはスルーするぞ。やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、ショットガンの弾欲しいけどな、まあいい。やべ、ダメ、死ぬ死ぬ死ぬ、もう行こう。ダメよこれ、戦ってられないこの量は。おーし、マジでいける。あ、時間かかんのこれ、嘘でしょ。おい、マジかマジか、おい、これ死ぬぞこれ。ちょ、待て待て待て、これ人が死ぬ人が死ぬ。くそ、ちょっと、うわー、なに、大丈夫か、シマ、シマ大丈夫か。あぶねー、やば、地獄絵図これ、マジ地獄絵図、地獄絵図すぎる。なんだこれ。やっときた、押せって。俺一緒に乗っちゃうだろ、こいつらと一緒にエレベーター。あ、譲らなきゃ、譲った、早く取って、よし、乗ろう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 、早く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 して、シマシマ、ちょっとシマ、あのシマ急いでくれ、シマ乗ってくれ、シマ乗ってくれ。いやいや、どこ消えたんだ。もうシマがやばい、戦犯すぎる今のは。え、研究室来た。いや、ここで弾の補充めっちゃあるけど今じゃないんだよね。お前だから撃ってよかったってことか、これでも。一応譲っとくわ、ショットガンの弾も譲っとこう。で、ハンドガンの弾も譲っとこう。全部譲ろう。 OK。 うわ、なんだここ。あれ、待って、なんか今アイテム取れた。ハンドガンの弾も譲っとこう。もう全部全部渡しとこう。俺はもう何も持てねえ。でもこれ持ってんのもったいないから、こうやってか。ちょっとあれっぽい、マトリックス。
マトリックスもこういうので生まれたよな、これカプセルで。すげえ、これが最新式のカプセルホテル。こうなってしまうのか、カプセルホテルの未来は。絶対嫌だな、絶対泊まりたくないな。This is in the pictures too. Wait. That means Joe might be here. あ、入ってるってこと？あれ？やばくね？この設備何も知らないから、なんか攻撃されたらもうやばくね？え？まさか。いや、そんなわけないよな。おお、なんだ。え？落ちた。え？ What have they done? どういうことだ？認識されたわけじゃないか、俺らが。そういうシステムなのか。なんでなんでなんで、急にどうした急にどうした、知ってんのか、なんか。IT 系なんだな、意外と。あっ、ジル。ああ、なるほど。どうやったよく知ってたな。なんたいいんだこれ。すごいな。お、チャプター変わるわけではない。すごいね。やばすぎ。あ、でもこれ無駄な空間多くねえか。もっと敷き詰めたらもっと置けただろう、人って思わねえ、これ無駄に金かけてんな。やっぱ無駄に広い施設なんだよな。あ、まずい。That's why。なんじゃこりゃ。またこいつか。おいおい、危ない。危ねえ。ちょっとムービー中にやめろって、マジで。キーボードから手離すからやめて、本当に。おい、俺は容赦ねえぜ、ケオ。撃つぜ、ロケットランチャー。いてえ。俺はロケットランチャーをぶっ放しに来たんだ、今日。行くぞ。行くぞ。全然聞いてない。待てよ。タイミングを見計らっていいの方がいいね、これ。今やっても、グレネードランチャーが無、ロケットランチャー無効化される可能性がある。ちょ、待てよ。タイミング見計ろう。あ、本当はね、聞いてないね。聞いてないくせに怒り出したな。弱い部分狙う。どこだ、弱い部分で。ここか。あー、順番に落としていくって感じか、これ、例えば。だとしたらロケランじゃないな、やばい、グレランだな、これ。だとしたらグレランにロードしちゃって、順番に落としてけばいいんでしょ。いけ、外したわ。いけ、よし。はいはいはい、やっぱそのパターンだね。お、カニみたいだな。カニだな、これ絶対。あ、待って、今チャンス、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 いくぜ、ぶっ放せ。どうだ、一撃。え、やば。いや、ロケランが強いのか。ああ、皆さん、これロケランゲーですね、完全に。買いまそ、ロケランは。ジルか、多分ジルもカプセルの中で笑ってるよ。今日の夜ご飯、カニにしよう。カニ道楽行こう。ジルか。うわ、絶対ジルいないよな。絶対いないと思う。違うゾンビ出てきそう。ああ、空っぽか。空っぽのパターンだ。Damn it. Where is she? てか、なんか見えてただろ。あの女。Who the hell are you? Xelagiona. 知ってんの？ トライセルのアフリカ代表なんだ。An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill?Even if I did know, you think I would tell you? それはそうだわ。めっちゃ正論言われたね、今。As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for.
She's lying. She knows something. It's time we get some answers. いやでも相手絶対ビジネスマンだからもっと交渉した方がいいぜ。捕まえるより。うわー、 A か。まあ敵あんま出てこなかったからな、このチャプター。よーし、じゃあ次行こう。うわ、おもろくなってきたな。ロケラン買いまして。ロケラン何円だっけ、1万か。買えないね今のところは。まあ一応売っとくか、最後に。最後にじゃないわ、全売却。おい、でも1万にはなった。またもうちょっとしたら買おうかな。まあそんなね、ボスがいっぱい出てくるわけもないだろうから。アイテム圧迫するからね、ロケランはね。ちょっとうまいこと付き合っていかないと。なるほど、監視されてるのか。俺がカニを一撃で倒したのも知ってんのか、あいつ。ジル、絶対助けるからな、ジル。アイテムが消えてる、ここにあったアイテムが。とりあえずまあロケランは置いといて、よいしょ。ロケランとグレランを間違えるな。まああんま違いってないのだろうけど。さあ行こう、こっちで合ってるよね、合ってそう。よし、行きまーす。行くぜジル、待ってるよ。あ、めっちゃ嫉妬されてる。やっぱシバはちょっと嫉妬してるからね、ジルに対して。クリス、やっぱジルばっかなんだねみたいな、私とこんなに冒険してんのにみたいな。ここもやろう。はい、でライフルの弾。え、ライフルってさ、俺確かさ渡したよね。うなずいてんのかわいいな。渡しとこっか。あれ交換しかできないのか。じゃあハンドガンの弾もらっ、いや、うん、こっちもらっとこう。で俺はマシンガン使ってこうかな、きっと強いだろうし。よし、バシバシ使ってこう弾は。あ、待って、敵いる。あー、敵、ゾンビ兵士だ。なんだ今の、戦闘態勢みたいな感じだったな。これゆっくり行った方がいいかもな。これさ、もう頭ぶち抜いた方がいいんじゃないのこれ。ちょっとくれ、ちょっとくれ、ライフルくれ。ここでぶち抜く、頭も早いとこ倒してた方がいい。一番やべえやつはドイツだ。全員やべえな。じゃあまああの笑ってるあいつで。よし、あーダメか、あれいて強えな、ガスマスク強。おい、見えてんぞ頭。あー、まあ外した、オッケー。でも弾なくなっちゃったわ、渡す。オッケー、やっぱ強かったね。しゃがめる、ここ。あ、何も落ちなかったのか、あいつら。まだでも、まだでも生きてる。あー、はいはい。あ、なんかあれ、爆弾持ってないか、あれ。あ、スタンロットか、あれ、持ってんの。あれ、寄生虫いる？寄生虫はいないのか。ここ強えな。リロードして。オッケー。まあ、使う必要もないのかな。普通のハンドガンでいいか。いいか？回復しときたい、これ。このさ、落ちてるハーブをむしゃむしゃ食うっていうのはないんか。それをマジでしたいんだけど。自覚食い、ハーブ自覚食い頼むから、さしてくれ。あ、いいね。あ、マグナムの弾マジでいらないんだよな。いやー、もう島も結構持ってんだよな、マグナムの弾。マグマグって言った今、マグナムの弾。マグナム持ってないからさ、買っといてもいいかもな、マグナム。まあ、火力は圧倒的出るからね。ライフル、ハンドガン、ライフルとか全部譲っとこう。はい、オッケー。ライフル使ってくれよ、シバ。お、まずい、はじこ。あ、やばいぞ、大丈夫か。とりあえず撃っといて。危ねえ、危ねえ、おい、シバ大丈夫か。シバシバ、危ねえ、危ねえ、シバシバ、ライフル使ってくれ、今すぐ。今こそライフル使うべきだ、絶対。ここで、ここに張り付いて。おい、いっぱいいるぞ、シバ。頼む、使ってくれ、シバ頼む、使ってくれ、使ってる。グレフォン投げよう。あれ、なんで、なんでこいつ吹っ飛ばなかったな。おい、待て、危ねえ。あー、怖いね。スタンロット爆発すんだ。よし、行け。あー、当たってねえか、やべ。ナイス、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 ナイス。でもここは、いやめっちゃ来んな。ちょっと待てよ、マシンガン使うか。相手がマシンガンなら俺もマシンガン。やっぱそのね、
おあいこということで。よし、ちょうど邪魔なんだよな柱が。柱の配置がうまいね。ナイスナイス。何爆発してんのさっきから。スタンロッドが爆発してんのかな、落ちたら。ちょうど柱だな、マジで。リロードして弾マジで無限に必要だぞ。ナイス、いいね。この近距離ライフルが一番強えんだよ。芝のお箱、近距離ライフル。エイムが正確だからな、やっぱ。よし。なんかコメント欄で結構さ、芝が無能っていうコメントがあったんだけど、全然そんなことないけどな、俺的に。今までもっと無能な、あ、これ以上やめておこう。よし、ということで、開けましょうか。こっちなんもないよね。一応見とく。お、いや、まじ、できるな。なんか声聞こえたよね、今一瞬。奥にいんのかな、まだ。赤ハーブ。なに？嘘、こいつ誰？こいつだけ？こいつ何やってんの？何やってるこれ、上で。おい、降りてこい、お前。そこにいたら戦えない。いや、そこで死なれたら困るんだけど、なんか落としたときに。なんか相手も落としたときに困るんだけど。ああ、なんだったんだ、今のやつ。出遅れたのかな？あ、違う、カモンじゃなくて、開ける。よし。さあ、行くぞその下くぐる？一瞬壁ドンみたいになったな。なんだなんだ。お、割るか。その近づいて割らないのはまだ健在なんだね。譲るわ。ショットガンの弾は絶対欲しいよね。これちょっと譲っとこう。で、ショットガン弾持っとこう、俺が。やっとショットガン弾潤った。でも10発とか毎回落ちてるからありがたいね、ほんとに。よし。戦えるぞ、まだまだ。あー、すごい。はい、すごいか。すーげえ。いやー、強えなー。芝さん、最高っす。芝さんだけでいいっす、もう、正直。戦いは。えい。うわー、やばい。あれはもうね、間違いなく、使うよ。うん、じゃないとね、死んでしまう、ほんとに。芝狙ってくれ。芝狙ってくれ。頼むぞ。撃つ。上撃ちたいね、上な、段。当たるか？当たった。よし。で、まあ、手前がまずい。つえーなー。こいつほんとつえーな。頼む。よっしゃー。勝ったか？で、張り付こうか。いるらしいけどね、どっかに。見ないね、姿が。ショットガン持って速攻するか。どこだ？お、めっちゃいた。やべ、いけ。それまずい。いや、めっちゃいいな、これ。これやばいかもな。これやばいかもなってくれ、いいな。やばいかもなってくれ。あ、わかった。後ろにある。お疲れ。で、逆側にもある。あ、はい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 。はい、お疲れ。よし。冷静な判断大切よ。 OK。 いや、素晴らしい。気持ちいいな。ちゃんと配置してくれてあるから、バイオは。これが気持ちいいんだよな。取りな。マグナムの弾どうしよう。でもな、次多分マグナム買うと思う。え、めっちゃ持ってんじゃん。てか、めっちゃ持ってたじゃん。そうなの？待てよ、マグナムの弾。まあ後から取ろっか。後から取るって何？ここめっちゃマグナムの弾落ちてんな。これちょっとマジか。やっぱマグナム買うべきだね、絶対。ロケラよりも買うべきだったかも。待てよ。いや、でも何も譲るものがないな。買い替えても持ってないしな。ちょっとこれ考えますわ。もう、わからないんで、僕今のところ。これか。あ、違う。これじゃないの？開ける。なんで開いた？ボタンだろ、普通。あ、登るんだ。これ登ると。登ってる？あ、登ってんのか。なんだこの気まずい空間。嫌な感じすんな。あ、誰かの無線拾った？ウェスカーか？ウェスカーとあいつの会話か？でもこんな拾わせるようなヘマする？罠じゃないか？シェッ、ウェスカー。
アルバート・ウェスカーって言うのってか、ウェスカーって。ちょっと今ゴリラ入ったな、クリスの。うわぁ、また声すんじゃん。あぁ、マジか。またあいつか。よし、やろう。ちょっと頭はある。どうせ気づかれるだろうから、俺はもう堂々と行くぜ。俺はもう逃げも隠れもしねえ。買い替えても欲しいよね、さすがに。でもなー、もうないんだよな、この埋める隙間が。んー、まあいっか。おい、芝生を作れよ。こいつら大好きだな、本当に。バイオは初代でもいっぱいだからな。ああ、これってさ、ちょっと待って、もしかしてさ、ゆっくり行けばマジ気づかれないんじゃね。シバ頼むぞ、マジで。ほんとにシバマジで頼むぞ。俺無理だからな、もう。よくない戦いは。シバ絶対走んなよ。シバさっき走んなかったらマジ勝ってたから。触れずに。あ、まずい。あ、ゆっくり、ゆっくり、横移動、横移動。あ、絶対いける、絶対いける、絶対いける。光栄なんだこのゲーム。あの電流イライラ棒みたいな感じ。何この BGM。 は、気づかれてないよな。は、シバ、シバ気づかれた。シバ気づかれてないよね。シバ信じていいよね。シバ、なんか銃の音聞こえたけど。シバ、シバ、シバ大丈夫か。シバが戦ってるだけだな、これ。俺が気づかれてない。シバ、シバやめろ。お前 何やったんだ、後ろで。俺見ないからな、後ろは絶対に。シバ死にかけてないか今。シバ、シバが全員と戦ってくださるのか、これ今。シバ、俺は後ろ見ないぞ。シバ、お前なんかやってんのか。俺はもう行くぞ。俺はもう行くからな。シバ、ちょっと一回後ろから振り返ってみるか。おいーおいーおいー。シバ、シバよくないよ。逃げるぞ、もう。シバ、もう逃げるぞ。シバ早く。シバダメダメダメ、シバダメ。もう俺ダメ、俺もうほんなら。あー、まずい、これまずい。いや、全員戦ったらマジで終わる。終わる終わる終わる。命が尽きる、命が尽きる。シバ、大丈夫か。シバ来いよ。シバ頼むぞ。あ、どこだ。早く開けて。シバ、シバ急いで。よし、オッケー。あぶねー。いや、マジ全員戦ったら本当に終わり。何この爆発。何、なんかガス、ガスが爆発してってる。撃ったら爆発すんのかな、これ。え、ちょっと撃ちたい。おお、なんだろうこれ。楽しい、ちょっと。なにこれ、どういうこと。空港みたいな感じ。ちょ、買い替えてもない。いや、シバの体力ミリすぎない。嘘でしょ、シティバの体力。やばいでしょ、あの体力。ハーブあった。ちょっとこれさ、これもしゃあないから、シバの体力はまずしゃあないから、閃光弾でも必要だよな。一番いらないのはこれか。これと一回交換して、俺がこれを捨てるで、ハーブ拾って。何このブツブツ交換ゲーム、本当に。で、これを交換しようか。 OK で、組み合わせると。で、使おう。よーしよしよしよし。これでだいぶね、マグナムの弾またゲット。本当これかマグナムゲーなんだろうな。よし、で、なんだここは。ここ何なんですか。あー、マジかよ、めっちゃいいんじゃん。お、なんだムービー。あー、多いね、数が。ここ何なんだ、本当に。気づかれてたからな、撃つしかなかったもんな。これあのさっきのさ、爆発、痛い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 。これ倒そう、それを。だいぶ削られたな、てか今一瞬で。あ、ハーブ出した、また。お、まずい。誰か投げられた？え、そういうのも投げてくんだ。さすが軍人だな。やることやってくんね。これ多分、上のあれを撃ったりしてやる、倒すんだろうけど。波入ったかな？待てよ、行っちゃおう前に。お、ありがて。あ、あ、いっぱいある。あ、マシンガン弾取りてえな。倒すか、先に。なんだあれ、爆破する、爆破しないか。やっば、
うわー、これをまさか食らう側になるとはね。あ、邪魔だな。ここ何なんだ本当に。そのあれかな、薬品を輸送してなんていうの、運ぶ手前の施設ってことなのかな。先倒しとこう、どうせ戦うだろうし。なんかね、まあ、あんま当たってないな。やばくね。え、こっち入っちゃったよ。大丈夫、入ってないのか。入ってないか。あー、ぶやぶやぶや、危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。今弾とかあったな。あーって、これちょっと、あー、持ってんの、いつの間に。ちょっと待ってね。いやー、死ぬなこれ。大丈夫、よし。ちょっと一回安全なとこ行こう。安全なとこなんてないんだろうけど、このところに。ちょっと一回ここでちょっと交換して、一回全開しよう全開。待てよ、やばい。おい、邪魔してくんな。おお、何回やんな俺これ。もう死ぬだろこんなに注射打たれたら。死ぬって普通は。で組み合わせて、よし、一回隠しよう。オッケー、さあ元気だ。絶対倒すぞ、全員倒そう。オッケー、なんか破裂した、なんでか知らない。やべ、いて、超いてんだけど。とりあえずこれ倒そう。で、すぐジャム。危ねえ。待てよ、これはもうグレランをちょうだい。ありがとう。で、ぶっ放す。うれ、あれ違う。あー、弾をミスってんのか俺。やばい、やーもう体力やばくね俺。これ弾どうやって切り替えんの、炸裂弾に。どうやって切り替えんの、これ装備でいいんか。あれ装備だと違うもんね。弾の切り替え方が分かりません、なんと皆さん。なんと弾の切り替え方が分かりません僕。そして体力はもう無理です、この絶望的状況。よし、ちょっとずつやっていくか。結局ハンドガンが最高ってことよ。次元さんも言ってた、結局ハンドガン、ワルサーが最強。次元さんのハンドガンの名前ね。あ、マジでいってる。あぶねえ。ちょ、これだけもう自覚しよう。使ってくれるな、ありがとう。え、これ何するの。そういうこと。あ、なんかあるな、回復アイテムの可能性あり。んー、どっからか投げられたな。もういいだろ別に今目くらましは。絶対今目くらましじゃないだろやる攻撃。あー、金か。どっからやられた今俺、上から、あ、前、あ、え、ここ行ったら死ぬよな。あー、はいはい、逆に行くってことかこれ。え、やばい、これミスったら死ぬぞ。ベルトコンベアで、芝大丈夫か。芝こういうとこ不器用だからな。これどっから今やられたんだ、こっちあかんのかな。で、ここか、登る。はい、なんか声すんな、声しますね。ん、あー、いるいるいる。あー、まずい、それは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 まずい。うち戻ってもらった、あぶねー。芝道は塞がないで。あ、消えた、死んだのかな。開けよう、開けぞ。よっしゃー、ナイス、チェックポイント。ここ絶対さ、あ、ハーブもある、譲っとくか。これ絶対さ、これで爆発させてなんか戦っていくパターンでしょ。あ、上にいる。おい、降りてこい、降りてこい、おい。まあでもこれどうしていこうかな。あいつらに撃たれたら爆発するぞってことか、もしかしたらこれ。だから倒しとかないとヤバかったってことか。で、今もう倒してあるから大丈夫だよね。あ、まずいる、絶対倒しとかないとヤバいんだこれ。誘発するってことか。なるほど、これは敵を倒すためじゃなくて自分たちの足を引っ張ると。違う違う、爆発、ヤバい、ヤバくない、爆弾投げてこないで、まあいけ、危ねえ。誘発すんなよ、誘発したら終わるぞこれ。いない、あー、なんか来てる。これ待って、死ぬかな俺、これ死ぬかな。いや、いけるか、奥だったな。あー、奥だったら大丈夫だ。はい、いや、爆弾強えな、やっぱ何も落とさないか、さすがに。やばいやばいやばい、これ急いだ方がいいぞ、前に。ナイス、お、全員倒した。しゃー、ここは何の施設なんだ、なんでこれガスを運んでんだこれ一体。お、なんか通れる。ほう、止まった。うん、静かに止まったね。これ出したり止めたりできるのこれ、何のために。ここでまだ戦うのかな。なんか声ずっとすんな、すげえ工場感がすげえんだけど。あ、これは壊しておこう。コアネとマシンガンの3万、
マシンガンやっぱ押されてんね。あ、このゴミ箱の中入って隠れようぜ。4ではできたんだけどな。おい、おい、奇跡が起きたぜ。あ、やべ、これ当たんなくね。おっしゃー、4ではさ、あのクレアを入れられたのに無理なんだ。開けれる？これなんだ。はぁ、こんなんもう捨てるわ。じゃあ捨てていいんかな。え、だってこれ上位マシンガンってことでしょ。これ使うでしょ絶対。そんな最高じゃねえか。なんか声すんな。なんかずっと声すんだよな。あ、これもなんか操作できそう。あ、でも電源入ってない。はい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 、そういうパターンね。何になるんだろうこれ。え、敵な声するもんな、ずっと。どっちだ、矢印に従っていいのかな。なんかさっきと同じとこ行きそうだけど違うか。え、何これ。何これ。ちょっと待って、これさ、赤くなるってことは敵ってことだよねこれ。照準がでもダメージ入ってないな、なんかあんまり。生まれんのかな、まさか。絶対生まれんじゃんこれ。気をつけよ、気をつけ。ほんとに最後絶対帰り生まれるわ。もう走り抜けると決めた、ここは。うん、電源入ったらもう走り抜けよ、ここは。最後ミサイル。ほんとだ。あ、これもだ。違うんだよな、多分このミサイルを使って、そのなんていうの、細菌をばらまくってことなんでしょう。アンブレラ社はいつもそう、いつもそういうこと考えてる。お、これ譲っとくか。いや、荷物がいっぱいすぎてな、困っちゃうな。ハーブ欲しいな。あー、一応もらっとくか。 OK、 よし、電源ありそうだね、ここら辺にね。あれ、ない。マップ見てみる。あ、あそこなんの。あ、それ電源だったんだ。これか。二人で、なんで二人で。ああ、それも2個あんだ。まあ手飛ばせば覗きそうだけどな、ほんとに。よし、で、あいつらが、あ、もう生まれたの。早くね、なんか想像より早かったわ。ちょうど行ったタイミングで生まれるのかなと思ったけど。いや、これもう走り抜けでよくね。必殺弾持って走り抜け、いくぜ芝。俺はもう振り返らないと決めたんだ。よしよし、あれ、いけちゃった、いけちゃった。やーっば、まずい、なんだこいつ。ちょっと待って、はい、新手の敵を注意して。これ倒さなきゃいけない絶対なあ、シバ倒した方がいいんか。ちょっと待って、え、どうなんだろうこれ。一応倒すか。なんだな、なんだな、なんだなんだなんだ、なんか溶接してない、なんか溶接してるモンスターなんだけど。これ新手だわ、シバ倒そう。多分倒した方がいい。めちゃめちゃ急所あるね。あー、こいつ雑魚だ。あ、倒れたもう。うわー、ちょっとショッキングですね。なんか虫感が強くてショッキングだったな、今。イエローデビル来た、イエデビだ。高値で売れそうだ。まあこいつだけだったか。3体くらい生まれるかなって思ったけど、よかったな、その、それは。さあ使おう、これで。あ、これが送り出すんだ。お、誰か流れてった。人間回転寿司だ、怖っ。降りて、やばいじゃん、死ぬじゃん。ちょっと待って、死ぬ、危ねえ。これどこ行くの。え、これどこ行くの。え、中入んのじゃないよねこれ。え、あ、こっからか。危ねえこれ、なんだこの焼却炉みたいな。あー、さっき捨てられた人がここに流れてくんだ、怖っ。超怖えじゃんこの人って、マジで。あ、なんか生きてるやつもいいんだ。え、え、マジで言ってる。お前はマジでやめて。お、ありがとう、しま。バイバイ。あー、で、ここ行くんか。もれ。これちゃんと掴まれすぎると、流されてそのまま焼かれちゃうぜってことが。なかなかひどいこと考えるじゃないですか、バイオファイブさん。見直しましたよ。ショットガンの弾。こっちか。で、こっち。なんかチャプター終わりそうな空気感。
気のせいですか僕の。あれ島？ええ島流されてってる？もしかして島？大丈夫？えマサ一人流されていたの？めっちゃ苦戦してた。知らなかった。え危なかった。あ島島島。うわー待って、これみんなが言ってた島無能っていうのがちょっと分かってきた。島？あーこれ止めてあげなきゃいけないのか。あ島島。あぶねえ。今シバ死にかけたよな。シバの無能さ分かっちゃった。アイリス操作してやろう一回。おいシバどうだ。どうヒヤッとしたか。ちょっと楽しめるなここでも。やばい今日ちょっとシバの無能さが露呈している。まずい。今までそんなことなかったのに。よし行こう。でも純粋に頑張ってるところが可愛いから評価してます。僕はまだチャプター終わんないんだね。てか意外と。なんだでかいとこに来たな。怖いね。飛び降りんのもうこれでも研究所じゃない？てか最後ではないかもしんないけど結構研究所だよな。ちゃんとしたグレラの弾めっちゃ手に入んな。これさでもどうしよう。グレラの弾持ってった方がいいの絶対。ちょっと待って一回これさ先行弾からマジ切り替えたいんだけど俺。あライフの弾持ってってグレネードランチャーの弾はもらいたいからな。どうやったら切り替えれるんだろう。これマグナム弾捨てるか一回。今もう持ってないしマグナム。結局グレラの弾拾う。マジこれ変え方が分かんないんだよな。弾のなんかありそうだけどね。違う。あーわかんない。まあいいか。わーまたここ2人で押すタイプね。ハンドガンたまたま押してるけど。まあいいや行こう。よし広い施設に着いたな。なんだ。そうだな監視されてるから閉められたのかも。あボス戦がこれまだ違うかさすがに。シャバ。ん？誰だ。うわこれボス戦じゃん絶対。お気をつけろよ。おいおい、そんなとこで。Where's Jill? あ、いつもいる。うわ、こいつがウロボロスなんだ。またボス戦か。え、大丈夫か。The Ouroboros is a new deal, W. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it was resembled the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? え、なんかやっぱダメージ受けてないか。あれ。ケンちゃんの石。わあ強そう。ウィスカーか。What are you talking about? You'll find out soon enough. Everyone will. あれ？やっぱなんかあんま強くなさそうなんだよな。やっぱまだ完成してないのか。え？ああなんだ。いやボス戦からどっちなんだ。このムービーで本当にどっちかわかんない。いやボス戦だなこれ。うわー。はいわかりやすい弱点。待てよ。待てよ。とりあえず撃つけど。うわーもうこういうやつらちょっと結構やべえんだよ。まあなんかこれ
なんかある？ But this one seems much more ferocious. なんかこれさ、あ、待って。バスロ。何入ってるかな。なんか今あったけどな。腕に気をつけて。はい、わかりました。あそこなんかあったけど、あれ関係ないのかな、別に。ちょっと待てよ、これ使おう。どんどん使っていこう。はい、おいで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 。待てよ。低いと高い。シャープね。ここ開く？ロックされてる、OK。で、戦闘から逃げれたらもうポケモンだもんな、ほとんど。あー、焼夷弾とか。焼夷弾さっきも拾ったよね、なんか。強かったりすんのかな、こいつに対して。火に弱い。あー、火に弱いんだ。一番最初に戦ったあいつも火に弱かったもんね、こんな感じの見た目してて。なるほどね。さあおいで。まずい、出ようとしなかった。やばい、あぶねえ。あ、使える。すごい、なるほど、やっぱ使えるのか。あれ使おうか。大概でもあったね今。おーい、使わせてくれい。俺が使った方がいいよな、絶対。まずい、まずい、まずい、これまずね。大丈夫？一撃。おお、生きてんの？生きてるとは思えないけど。クリス？大丈夫？もう完成してない？クリス？なんか俺完成してんだけど。おお、今完成してたよな、完全に。ちょ、待て待て、一回書いてほしいな。てか俺死ぬと思う。やばい、島もろとも焼いてた今。まずい、危ねえ。待てよ、燃やしまくる。あれ、待って、当たってなかったかも今。回復アイテム欲しいからちょっと芝待てよ。どっかにあったんだよね今。どっかにあったから。あれ、どこだっけ。あっちか。ちょ、もう、あー、あったあった。これを芝に渡して回復してもらおうか。芝、おいで。芝、ハーブ取って。芝、ハーブ、芝、ハーブ、芝、ハーブ、違う、ハーブ。オッケーじゃない、オッケーじゃない、分かってない、俺の言いたいこと。ごめん、そう。あー、まずい、さすがにまずいか。よし、ごめん、そう。いやー、43か、これちょっと待てよ。そうだね、邪魔だね。あ、なんだ、え、嘘でしょ、真ん中に。すげー、そんなこともできんの。あー、やばいかも、これやばいかも、これやばいかも。はい、大丈夫、クリス、クリス、生きるよ、クリス。なんで島をその生還してんの今、クリス。ダメか、俺どうしたらいいんだろうな。おいでおいでおいで、よっしゃー。もうこれが一番ダメージ当たられるんだな。島に一回火炎放射器持たしてみて、それでやってみよっか。島ちゃん、島ちゃん、島ちゃん頼む、これ島ちゃん、これ頼むわ。俺はまずい、まあ、すげえ今暴言吐いたけど、そんなこと言うのうせ。めっちゃ頼りになるやん、めっちゃ焼くやん。うっそ、めちゃめちゃ焼いたよこれ。もう芝に任せるよ、やっぱ最初から。やばい、あ、芝やばくね、これ。お、芝やばくね。あ、やばいやばい、芝大丈夫。腕に気をつけて。分かった分かった分かった、気をつけるなきゃいけないことは分かった。じゃ、これハーブがもう取れないんだよな、芝。待てよ、これは、どうしよう。どうしよう。一回これも渡して、これを設置して逃げる。一回逃げよう、あぶね。一回任せて、ナイスで、まあ撃ったりして。ちょ、待てよ。あー、真ん中来るか。でもいい、ハーブ取っちゃおう、一回隠しよう。これハーブの横にもしかしてさ、吸血スプレーあんじゃん。これもう、ちょっと待って、次使うわ。よし、だいぶダメージ入ってる。焼夷弾撃ちたいな、グレラムの。これマジどうやって変えんだろう。これさ、ダメージ入んないよね多分、この閃光弾は。あ、やばい、来てるよ、下。うわー、変え方分かればな、変え方さえ分かればな、強いんだけどな。いや、絶対あるんだよな、変え方が。てか、ちょい弾もらおう。まずい、やべ、いて、ナイス。で、これも投げるか、俺が。あ、もう使い切った、使い切ったのかな、さすがにな。
もう一回使いたいんじゃないのか。おっ来たー弱点。待って、もう一回くらい投げておこうか。どうせ火に弱いし、よし、どうせ火に弱いから、どうせ火に弱い、どうせ火に弱い、よしよしよし、いいぞ。どこだ、あ、待って、間違えてる武器、やばい、いやそれ避けれない、 FG は急に避けれない、 OK、 押せない、待て待て、逃げて、いや今チャンスだもんね、だってね、俺が焼くわ、これは責任を持って、最後はやっぱ俺が焼く、芝に危険な思いをさせる、やばい、うわ、燃やせ燃やせ燃やせ、燃えてるよな、やべえ、芝頼む、ありがとう、俺はもう捨て身でいく、全部燃やす、燃やしきる、こいつのこと、芝撃ってくれ、ナイライライブ、芝燃やせ燃やせ燃やせ、よしいいぞ、やべえ、2回くらい死にました、なんと超強いんだけど、とりあえず燃料補給して、で、あとね、このグレネードランチャーの弾の買い方分かったわ、組み合わせるんだ弾を、このグレネードランチャーと、俺はバイオ初心者なのかな、ね、今までとは違う、完全に今までとは違うやり方だった、やべやべ、マジか、頼む、しまってくれ、ありがとう、助かったのかどうかもわからん、めちゃめちゃ救急アイテムね買い漁ってるから、救急は問題ない、よし燃やし切るぜ、おい終わりだ、お前は最後だ、これがきっと最後のはず、やべ、待てよ、でもいけるいけるいける、めちゃめちゃまとわりついてきてるよ、めちゃめちゃまとわりついてきてるけど、ただ燃やすだけ、一点集中で火を絶やすな、え、まだ死なないのこいつ、強いよ、ほんと強いね、すげえ尊敬するよ、ほんとに、今とかダメージ入ってんのかな、弱点ポイントないけど、この手をちゃんと破壊しないとダメなんだよな、燃えろ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 、強え、ほんとに強え、こいつなんでこんな強えの、燃えろ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 、強くね、マジで、ちょっとマジか、まだ、なんで死なないのこいつ、なんで死なないの本当に、いやマジで強い、どうしよう、勝てねえ、また体力がミリなんだけど、これやばいぞ、買い替えてもねえしな、本当に強い、芝弾ないから芝に任せて、本当に強い、あーなんてる、なんでこんな強えんだ芝、そんな勇敢に、ちょっとでも撃とう、やばい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 、これはやばい、芝焼くのもいいけど、芝焼くのもいいけど、俺も死にかけてんだ、芝頼む、ありがとう、いたんだね、どこにいたか分かんなかった、芝これもう禁止だよ、なんでこんな強えんだマジで、おかしいくらい強いこいつ、本当に本当に強いな、今までのボスの比じゃねえ、ナイス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 、すーげえ燃やしてるけど、うわー芝がとどめ刺した、強かった、終わった B だ、もう3回死んじゃったよあいつのせいで、超強かったんだけど、マジか、めっちゃ疲れたわ今の戦い、30分くらいしてた強すぎたということで皆さんいかがでしたでしょうか、今回のチャプターちょっと苦戦しちゃったな、ちょっと次回から本当にマグナムとか買ったり武器構成考えるわ、あと絶対あのカニでロケラン使うべきじゃなかったね、以上